皆さんは DX について知っていますか？社会的に IT 化が進む中で、さまざまな業種や分野で DX への取り組みが注目されていますが、DX が何かわからない方もいるでしょう。そこでこの動画では、DX とは何かを解説した上で、DX に取り組むべき理由や具体例をご紹介します。また DX の課題や DX 化が進む社会で活躍する方法も解説するので、ぜひ参考にしてくださいね。この動画が参考になったら、チャンネル登録とグッドボタン、通知登録を忘れずに。こんにちは。今回のテーマは DX とは何かです。この動画では DX とは、 DX を取り組むべき理由、 DX の課題、 DX の具体例、 DX 化が進む社会で活躍するにはを解説していきます。まずはじめに DX とは何かについて解説します。 DX はデジタルトランスフォーメーションの略称で、 IT 技術を活用して社会をより良く変革していくことを指します。DX は企業や社会に対して使用する用語で、定義に関しては大きく分けて3つあります。DX の定義は、2004年スウェーデンの教授が提唱した概念、2010年代に提唱された概念、2018年経済産業省の定義の3つです。1つ目は2004年エリック・ストルターマン教授が提唱した概念で、ICT の浸透が人々の生活をあらゆる面でより良い方向に変化させるという考え方です。2つ目は2010年代に提唱された概念で、イギリスのコンサルティング会社ガートナーやビジネススクール IMD の教授マイケル・ウェイドラによって、変化の厳しいビジネス業界へさらなる変革を促す文脈で使用されるようになりました。2つ目の考え方はデジタルビジネストランスフォーメーションとも言われます。3つ目は2018年に経済産業省が提唱した概念で、企業がビジネス環境の厳しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して顧客や会社のニーズをもとに製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや組織、プロセス、企業文化、風土を変革し、競争上の優位性を確立することと定義されています。このように DX の定義が完全に確定しているわけではありませんが、 IT 技術を活用して社会をより良く変革していくことを指す用語です。しかし2010年代に提唱されたデジタルビジネストランスフォーメーションという考え方により、デジタルトランスフォーメーションは組織や業務などビジネス業界のデジタル化を指す協議の意味として使用されるようになっています。ここからは具体的に DX が推奨されている理由について解説します。 DX が推奨される理由として、ビジネスの多様化に対応するため古いシステムからの脱却の2つをご紹介します。 DX が推奨される1つ目の理由は、ビジネスの多様化に対応するためです。これまで人々の消費行動はある程度確立化されており、1960年代までは高度経済成長期で大量生産、大量消費が当たり前でした。しかし経済が成長するにつれ、大量生産、大量消費から多品種少量生産、個性的消費へと変化していきました。つまり1970年代以降、消費行動はみんなが持っているものから他と違うものが好まれるようになりました。特にスマートフォンの登場は私たちの生活を大きく変えました。私たちは情報収集から商品購入、コミュニケーションまでありとあらゆる行動がスマートフォンを中心に行われ、ほぼ全ての行動がスマートフォンに紐づき、パーソナライズ化されるのが当たり前となっています。このような消費者の細かいニーズに対応するためにも DX を推進し、大量のデータ管理と分析をすることで、そこからより消費者に求められるサービス企画の作成を行い、限られたリソースの中で最大限の利益を得ることが求められます。2つ目の理由は、古いシステムからの脱却です。企業によっては古い形式のシステムを使い続けており、システムの老朽化や他のシステムとの互換性に問題が出始めているケースもあります。 DX 化を促進して最新システムを導入したり、今あるシステムを改修することで業務効率の改善やデータの活用などもしやすくなります。
ここまで DX が推奨される理由を解説しましたが、 DX をこれからさらに推進していくにあたり課題もあります。そこでここからは DX の課題として、費用と手間がかかる、将来を見据えた計画を全社で取り組む必要があるの2つをご紹介します。課題の1つ目は費用と手間がかかるです。企業で DX 化を進めるには、新しいシステムの導入や既存システムの改修の手間と費用、組織の変更など様々な費用と手間がかかります。予算をしっかり確保できるのであれば対応も難しくないかもしれませんが、予算が組めない企業の場合、 DX 化を進めることはなかなか難しいでしょう。また DX 化を目指す場合、導入計画から運用までしっかり計画を立て企業全体で実施しなければならず、そういった点でも手間と時間がかかります。2つ目は、将来を見据えた計画を全社で取り組む必要があるです。 DX を進めるためには将来を見据えた計画が必要であり、会社全体で取り組む必要があります。 DX 化には自社の実態に即した計画や実施体制、予算と人員の確保が必要不可欠です。 DX 化に精通した人材も多くはないため、人材の育成も必要でしょう。さらに DX 化は新しいシステムの導入や他社の企業の成功事例をそのまま真似してうまくいくというわけではなく、自社に合った IT システムを導入するなどして DX 化を進める必要があります。 DX 化は非常に難しく、自社だけで計画立案、人材の確保と育成、施策の実施は非常に困難です。そのため専門家やコンサルタントなどの力を借りて計画を作成すると良いでしょう。ここからは DX の具体例として、メルカリ、三井住友銀行、ファストカジュアルレストランの事例を解説します。一つ目はメルカリです。メルカリは大手フリマアプリを運営している企業で、利用したことがある方も多いのではないでしょうか。メルカリでは利用者のニーズに合わせてスマートフォンだけでネットオークションを行えるシステムや、出品・配送などのシステムを簡略化して使いやすさを向上させています。例えばお互いの氏名や住所が分からなくても配送できる匿名配送や、決算サービスメルペイなど IT システムを生かして利用者の利便性を向上させています。2つ目は三井住友銀行です。三井住友銀行では従来年間3万5000件の利用者からの意見が届いていましたが、それを10人のスタッフでチェックしていたため作業が追いつかなくなっていました。そこで NEC が開発した IT システムを導入し、テキストの内容を分類・要約する作業を自動化したところ、利用者のニーズを迅速に把握できるようになりました。このようにデータの分析や分類を担う業務を DX 化することで、利用者のニーズや意見を活用しやすくなることがわかります。3つ目はファストカジュアルレストランです。ファストカジュアルレストランはアメリカのハンバーガースタンドを運営している企業です。店舗内で利用者が注文しやすいようにキオスク端末を導入し、利用者の注文以降の行動を分析して待ち時間の短縮を実現するなど、混雑緩和につなげました。利用者のデータを分析することで、利用者の満足度だけではなく顧客単価も上がっているので、 DX 化の成功例と言えるでしょう。 DX 化は計画性が必要で簡単な施策ではありませんが、しっかりと実施することで利益や利用者の満足度を上げることができます。今回は DX とは何かについて解説しました。おさらいしておくと、 DX は広義の意味として ICT 技術を活用して社会をよりよく変革していくことを指す言葉です。表現の意味として、データとデジタル技術を活用し業務や組織、プロセスなどを変革し競争上の優位性を確立することを指します。ビジネス業界では競技の意味として DX を使うことが一般的です。 DX のメリットは業務効率化や生産性のアップ、顧客満足度の向上など多岐にわたります。利用者のニーズや社会情勢が目まぐるしく変化する中で、迅速に利用者のニーズや流行りを捉え柔軟に対応することが企業に求められます。 DX 化を進めるためには、IT システム導入の手間や費用負担、企業内での理解や将来を見据えた計画も必要です。 DX についてわからなかった方も、この動画を見てなんとなく理解していただけたのではないでしょうか。
この動画が参考になったと思ったら、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。コメントもしていただけると嬉しいです。これからも分かりやすい動画をどんどん配信するので、通知登録をして最新の動画を見逃さないようにしてくださいね。ではまた次回の動画でお会いしましょう。